ロシアデスマンは、新武毛彫目モグラかロシアデスマン族に分類される、哺乳類。本種のみで、ロシアデスマン族を形成する。ロシア語名は、である。ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシ、ロシア西部。ドニエプル川ワイ入。体長18から22センチメートル。尾長17から21.5センチメートル。体重0.5キログラムと、モグラか最大種。 全身は光沢のある粗い上揚げと密になったしもげで覆われ防水性に優れる。背面の色彩は赤褐色、覆面の色彩は灰色。鼻腔と耳には便があり、水の侵入を防ぐことができる。四肢は長く頑丈。全肢には指の半分、甲子には自然体に水かきが発達する。また指は硬い毛で覆われ、これも水かきの役割をする。 尾は細長く側変し、泳ぐのに適している。イラスト流れの緩やかな河川、湖や地上、湿原などに生息する。水性傾向が強く、生活圏も水中や水辺に限られる。夜行性。泳ぎはうまく、泳ぐときは主に後足を使う。水辺の地面に巣穴を掘る。氷が張っても冬眠はしない。植生は動物食で、昆虫、甲殻類。 海類、魚類、両生類などを食べる。主に水中で採食を行う。繁殖形態は耐性。周年繁殖し、1回に3から5頭の幼獣を産む。毛皮は革製品に利用される。開発による生息地の破壊、水質汚染、毛皮目的の乱獲、人為的に移入されたヌートリアやマスクラットとの競合などにより、生息数は激減している。 ロシアでは、狩猟を禁止したり、一度絶滅した地域へ再導入する試みが進められている。ありがとうございます。